では爽快次をついでいきますね。爽快次はいつもより少し多めの量のビールを入れていきます。ビール特性がありまして、泡に当たるとビールの液体泡に変わってしまうんですね。今日のゲストビールはソラチダブルというビールです。ソラチ1984のホップが前の量入っているので香りがしっかり感じられるのが特徴です。爽快次はこの上に泡を張って、この泡にビールの液体当てることでふわっと泡を再生します。こうやって作った泡はとても軽い食感なので、ソラチの香りがより一層感じられます。はい、お待たせいたしました。ソラチ1984ダブルの爽快次です。はい、どうぞ。